それでは一言ずつご挨拶をいただきましょう。吉永さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、吉永です。今日はお忙しいところありがとうございます。素晴らしいスタッフと共演者の方たちと今回北の桜門という作品に出演することができました。私にとって120本目の映画になります。いろいろ新しい試みが映画の中であって、とても出来上がった作品を見て新鮮に感じました。たくさんの方にこの映画を見ていただきたいと今願っております。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは続きまして岸部さん、お願いいたします。こんにちは、岸部一徳です。今日はお忙しい中ありがとうございます。吉永さんの120本目の映画に、参加できました。俳優としては、とても幸せな仕事だったなと思います。素晴らしい作品ができていると僕は思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後に監督お願いいたします。皆様こんにちは、監督の滝田でございます。今日はありがとうございます。僕は初めて吉永小百合さんとご一緒させていただきました。クランクインの前からもう1年以上前から、一緒に、サブに証であるとか、あるいはカラフトへ、取材旅行をしたり、いろんな具体的なことを話しながら、映画の芯に迫りながら、撮影に挑みました。120スタート目であるのは当然ですが、もう本当に素晴らしいキャストの皆様と、燃え上がるスタッフの皆さん、そして熱い熱い撮影撮影所の底力のおかげで、勢いよく取り切れたような気がします。いろんな世代の方に楽しんでいただける作品になったと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいただきます。それではまず私から質問をさせていただきます。まず吉永さんへ質問をさせてください。北の三部作の最終章を飾るという本作でございます。出演作品が120本目のこの節目に、この作品への出演を決められた理由を教えていただけますでしょうか。全2作で北海道の魅力に取りつかれて、そしてまた北海道でもう一度仕事してみたいというふうに思っていたんですけれども、またこういうお話をいただいて、ぜひやりたいって、流氷というものを何年か前に初めて見てとても感動したので、それを映画の中に入れることができたら素敵ですねって滝田監督にお話して、ご一緒に2年前に見に行って、流氷も撮ることができました。だからとても幸せな気持ちです。ありがとうございます。それでは岸部さん、記念すべき作品で吉永さんと再共演ということになりましたが、オファーがあった時、もう一度どんなお気持ちだったか聞かせていただきたいんですが。吉永さん、僕何本かご一緒させていただいてるんですけど、まあ、そんなに同じシーンがあるわけじゃなく、ワンシーンでちょっとっていうところがあったんで、いつか吉永さんの作品にちゃんと出てみたいなってずっと思ってたんで、オファーがあった時は嬉しかったです。僕もちょっと最近は映画ってテレビの仕事がちょっと多くなったりしてるんですけど、もともと映画が好きで映画の仕事をずっとやってきたっていうのもありますんで、久しぶりに吉永さんと共演できる、滝田監督の映画に出られるっていう、なんかちょっと俳優としては幸せな気分で参加させていただきました。ありがとうございます。それでは監督にお聞きしたいんですが、先ほどもおっしゃっておられました、吉永さんとは初タッグということですが、今回の映画のお話を聞いた時にはどんなお気持ちでお受けになられたでしょうか。それは日本の映画人ならばやっぱり、あ、来たかという思いと、まあね、なかなか撮れないので平野さんの作品を声かけていただけないから、それと同時にやっぱり自分の映画を
しっかりと取らなきゃならないなという思いでした。ですから自分としてはもうやったっていう気持ちと、あとはこう強い、吉永さんは本当に強い花とオーラをお持ちなんで、それをちゃんと受け止めて返さなきゃいけないなと、スクリーンにその輝きをちゃんと残せるようにという思いで撮りました。ありがとうございます。これほど強い母親の役というのは初めてでしたので、それが表現できるかどうか心配だったんですけれども、しっかりと肉布団など着込んでたくましい母親像を作らなければと思って、また心の中でも普段は子供が大好きで子供にはついついこう甘く優しくしてしまうんですけど、そうじゃなくて厳しく叱られるようなそんな雰囲気を私の中に出したいと思ってやりました。ちゃんとやり遂げられたかどうかわからないんですけれども、でもこういうキャラクターを演じることができてとても嬉しかったです。まあ、僕は戦後生まれですけれども、まあ、自分の母親はやっぱり強い人だったんだなっていうのを吉永さんの鉄さんを見ててちょっとダブってみたり思ったりしました。出てくるシーンが、まあ、ちょっと状況が違うんですけれども、やっぱりその時代を生き抜いたっていう意味で言えば共通しているところがあって、改めてですけれども小さい頃自分が母親を見てたその頃の母って強かったんだなっていうのをちょっとこう実感しました。台本をみんな同じ台本を読むんですけども、演じられる方で当然いろんなことを考えて表現してもらうんですけど、この吉永さんと岸田さんが一緒になった時にはこうなんかあんまり想像できないような空間をお持ちで、特にシベットさんは、想像できない俳優さんなんですよ。だからこう吉永さんに対してどういうふうにぶつかってくれるのか、そこをマイペースでありながら全体の中でうまく溶け込んでいただける、もう本当になんかカメラオンみたいな方でございまして、みんな分かりやすい芝居が多くなっているので、この話は特に、まあ、映画をご覧になっていれば分かりだと思いますが、非常に複雑な役なんですよね。それを割とひょうひょうとでもやっぱり大切なところできちっと重く出していただいて、吉永さんの前とあるいは酒井さんの前とは全然違う芝居の両面を出していただけることですごく厚みが出たかなというふうに思います。吉永さんはちゃんとしっかり受けられる方なんで、ね、そのいろんな俳優さんとのこうぶつかり合いも面白かったですね。やっぱまず最初引き上げのとこをしっかり取らなきゃいけないなと思いましたが、あの部分があまり膨らんでしまうとその悲惨さであるとか、そこだけを描きることになってしまうので、そこはうまく舞台とこう抽象化することでお客さんの中にスッとこう入る印象づけることができたのかなと思います。あとはこう一人の母がどういうふうに生きていくのかを、あの時代と特別な関係の息子との間で、特に70年代前半までの話ではありますけれども、今まさにこういう長寿時代にどういうふうに置いていくとか、一番大切な問題をあの時代を通してやれたかなというふうに思っております。120本目ではあるんですけれども、撮影の現場っていうのがとても和やかで、監督も楽しい方なので、なんかあんまり肩に力が入らずに今回演じることができたというふうに思ってるんですね。で、一徳さんとのシーンも舞台がありましたけれども、なんかお互いにねスッと溶け込めたし、あまりこう悩まずに大自然の中に立って、いればいいと、もう他の俳優さんたちが素晴らしいので私は何もしなくても大丈夫というような感じでした。僕もこういう仕事をする前、小さい時からですけれども、吉永さんの映画をずっと見てた、まあ、スクリーンの中の人っていうイメージがあって、それで映画で何回もご一緒させていただいて、まあ、今回一番長かったんですけれども、なんかこう鉄さんでそこの撮影所、まあロケでもそうですけれども、そこに鉄さんがいるっていうふうにしか見えないんですね。そこに吉永さんがいるっていうことで萎縮をするっていうことはなくて、鉄さんと対するっていう、そこの撮影が進んでいくっていう、そ
それがなんか新しいっていうか、なんかすごく、まあ、緊張もすごいあるんですけど、全力で、まあ、吉永さんにぶつかっていくんですけど、それは僕は山岡って役だったんで、山岡が哲さんとそこで語ってるとかっていうのが素直にそういうふうに思えるっていう、意外とこういうのが長い、まあ、吉永さん僕からするとスターです。スターの人がそういうふうに余分なものが見えないで役でそこに立つっていうのはなかなか難しいことじゃないかなと。それが僕はやっぱり吉永さんすごいなっていうのが一番最初に思ったことですね。いっぱい印象に残ってるんですけれどもやはりその流氷がまた昨年もやってきてくれて、その中で撮影できたっていうこと、それから宗谷の海で酒井さんと、大切なシーンがあったんですけれども、リハーサルした日はもう信じられないぐらいに冷たい風が吹いていて、これは死んじゃうんじゃないかしらと思ったんですよね。でその翌々日に撮影したんですけれど、その日は太陽も照っていて風もあまりなくって、本当に私たちに味方してくれたという思いで海の中に入りました。だからその2つがやっぱり海と自分自身という感じですかね。今回いろんな自然に触れることができたと思います。ちょっとその過酷な現場は意外と僕は通ってないというのもあるんですけれども、ただちょっとこうお休みの日とかに別れの街とかお店とか行ったりすると、まあ全く変な話なんですけれども、こういうところに住んでる人がいるんだっていうことをふっと考えたりするんですよね。これ真冬だったら結構過酷なところだろうなと。でみんなそこでやっぱ踏ん張って生きていくっていう。でまあ僕たちは俳優なんで、そこの人を演じる場合もあるんで、その厳しい状況に自分を置いてこうやってみんな生きてるってことをどう実感できるかっていうのを、吉永さんはそれをちゃんとやっておられるなっていうのが、まあ、自分がちょっと甘いってもあるんですけど、そういうことをちょっとこう感じたりしましたね。やっぱり北海道はまだまだこう自然を我々がまあコントロールはできないんですけども予測ができますよね。予測しながらロケ行くんですけども、もう完璧に裏切ってくれると、同じ情景がないんですね。でも逆に言うとその厳しければ厳しい中に身を置くほどいい絵が撮れるっていう、ちょっと残酷なんですけど、映画ってそういう側面あると思うんですよね。ですから、まあ、今回は、まあ、流氷とも寒かったですし、もちろん寒かったんですけど、やっぱりもうどん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 その寒いところで演じていただくことによってまた縁も締まるし輝きも出るっていうのを再確認いたしました。で吉永さん寒いっておっしゃらないんで、その周りも若い人ばっかりなんで寒いって言うなよ寒いって言うなよと言いながらアッパーをかけてやっておりましたし、大変みんな参考になったと思います。二宮さんはフェアリーで天才ですね。で酒井さんは秀才、本当にね、いろんなことをきちっと調べて演技の前でもちゃんとご自分で演技プランを練って、そしてその通りやって、またそれが私たち共演者をなんていうに感心させるような、今回もラストシーンでご一緒した時に、ああこんな表情をなさるんだと思って思わず引き込まれたんですけど、秀才です。なんか、まあ、親子という設定がそうだったんですけどね、この久しぶりに出会って、そこから普通は、まあ、そこからこう親子ってのは当たり前になってくるんですけど、この映画の場合は封印した過去があるので、そこへ向かっていく道行きが非常に微妙な関係といいますかね、親子で演じてるんだけれども親子じゃないみたいな非常に不思議な関係だったので、これはこれでこの映画の象徴的な親子関係かなというふうには思って見てました。今までは筋トレっていうのは好きでなかったんですね。やっぱり自然にしてるのが一番ですし、水泳はずっとやっていたんですけれども、ただ冬のシーンでソリを引くところがありました。でソリがアイスバーンみたいなところだとスッと行ってくれるし、
そうじゃなくて施設とか積もってるとこだとものすごいブレーキがかかるんですね。でなかなかうまくいかなくて、後で終わった後で東京帰ってなんか腰が重いなというふうに感じたんです。それでこれはちょっと鍛えないとダメだな、夏のシーンに向けて、一徳さんとずっと取り物帳みたいなところもありましたしねですからちょっと最初は小さなダンベルみたいのをやってたんですけど、最後はトレーナーの人が、ちゃんとバーベルを持ってスクワットをすることを教えてくださって、でやっとこう慣れ始めた時にまた夏のロケが始まって、今はまたしばらく中断してるんですけど、この映画が公開になったらやってみたいと思ってます。